福知山城の転用石転用石は、戦国時代、江戸時代の日本の城において、追記に際し、当初は他の目的で使用されていた石が石垣に転用されたもの。転用石を使用する第一の目的は、築城に際して、急遽多量の石が必要になるための石不足であったと考えられるが、他に敵の武将の墓石を使用することで、己の権力を誇示するため、 城を守護するためなどの理由が考えられている。墓石、石仏、法教院等灯籠、五輪等石臼などが多く使われ、寺院や丘陵種の墓地から集められた。福知山城や大和郡山城では特に多く使用され、福知山城では見える場所だけでも450個から500個が確認されているほか、再建工事時に約300個が発掘され、その一部が 城内に展示されている。姫路城館商店主北川の石垣には石臼が大阪城、本丸石垣には近くの老婆が寄進されたとされる石臼がそれぞれ見られる。坂船石遺跡、鬼の祖、鬼の接近などは高取城の追記時に転用のため加工、移動された可能性がある。石垣を作るため、墓石や 民家の礎石だけでなく石ぼとけまでかき集めたというのは、領主にとって名誉な話ではない。敵から没収したものなら、自慢にもなるが、ほとんどは、領民から取り上げたものである。すなわち、石材を揃えられなかった事実は資金に給していた、ことの証である。やむを得ないことであるなら、見えない部分である地面や、水面の下になる箇所に使用すればよい。ところが、 天洋石の多くはわざわざ正面中央部や角の部分など、人目につく部分に使用されている。城には物理的な強さだけでなく、多くの人の力を結集したという事実に基づく、呪術的な強さが必要というのが、戦国時代の考え方であり、領民から集めた石を石垣にしたのはその現れだったとも考えられている。八海石や石仏家には、 人々の先祖代々の思念や信仰の力がこもっているため、石垣の素材としては最適という考えが成り立つ。天洋石をよく見える場所に置くのは、領主と領民が一体となったことを誇示するものであり、石を提供した領民へのサービスであったという見方もなされている。ありがとうございます。